したいと思います。博多駅前の道路が陥没した現場にテレビ西日本の松尾アナウンサーが行ってます。松尾さん、その後どうでしょうか。はい、JR 博多駅前の道路からお伝えします。あちら奥に見えますのが JR 博多駅で、そこからですね、およそ200メートル離れたところで道路の陥没が起きました。福岡市交通局によりますと、今日午前5時15分ごろ道路の陥没が確認されました。その後午前6時20分ごろに警察による交通規制が敷かれています。で、近くを通りかかった人によりますと、初めはですね、2カ所ほどの陥没があったんですけれども、それがこうだんだんと広がりまして、今はですね、こう幅10メートル、道路5車線分陥没しているということです。先ほど確認したところ、奥行きはですね、だいたい5メートルほどでした。さらにはですね、あちら信号が点滅しているところがあるかと思いますけれども、あの辺りまで先ほど入ることができたんですが、先ほど警察からガス漏れの危険性があると話がありました。ということで、そこから50メートルほど離れたこちらからお伝えしているんですけれども、その辺りもですね、こちら取材していても、こうガスの臭さというのを時折感じます。さらにですね、福岡市は地下鉄七隈線の延伸工事を行っていたんです。なのでですね、あの辺りの地下でしばらく工事が行われていたということで、そのあたりも現在福岡市が関連を調査しているといった段階です。さらにはあちら、先ほど水道が出ておりまして、近くのビルではですね、2棟水道が止まったと、水が止まったという話がありました。今のところ、貯水タンクでなんとかその場をしのいでいるといった状況です。松本さん、この陥没した道路に面して今見ると伊予銀行とかいろんな建物がありますよね。そこに入っている人たちっていうのはやはりもう避難してるんですか。だってビル大丈夫なんですかね。あ、そうですね、近くのホテルに伺ったところですね、避難するような指示は、いくらか出たということですね。で、停電もあったということで、5分ほどで復旧したそうなんですけれども、インターネットなどはつながらないといった状況です。小倉さん、ヘリコプターの山田さんともつながっているようでして、山田さん、ヘリコプターからの情報をお伝えしていただくことができますでしょうか。はい、はい、こちらはですね、現場の上空です。直線道路にですね、突然大きな穴が現れたような形になっています。陥没はですね、立ち並ぶビルの壁すれすれにまで及んでいます。水道管もですね、破裂しているのでしょうか、中に水が、茶色く濁った水が溜まっているのも確認できます。交差点にですね、突然、大きな穴ができたような形になっています。本当に駅のすぐ近くですね。陥没はですね、ご覧のように壁すれすれまで、立ち並ぶビル壁すれすれまで及んでいます。山田さん、ビルなどが傾いているですとか、建物への影響はありますでしょうか。そうですね、上空から見る限りでは、建物が、陥没の穴に落ち込んでいるとか傾いているとか、そういった状況は今のところ確認できていません。ただ、道路の、信号の停電など、そういったところは確認できます。今画面が捉えているセブンイレブンですけど、お店の下の方までなんか若干えぐり取られているような感じですよね。だギリギリのところまでビルが建っているんで、基礎工事はしっかりしているから、トンネルではない部分は大丈夫だと思いたいんですけど、基本的にその地下鉄の新延工事をしているところで、5時過ぎぐらいに地下の構内に水が出てきたために、5時10分に交通規制を始めて、付近の道路を通行止めにしたと。そのためですね、5分後から陥没が始まったんですが、ここを人が歩いているようなこと、あるいは車が通っていることがなく、人的被害は出さずに済んだということのようなんですけれども、あっという間に陥没が始まり、みるみるうちに大きく穴が広がって、このように、6車線ほどありますでしょうかね、全て道幅が陥没してしまったということになりますね。最初映像でお伝えした時は穴が2つぐらいだったんですよね、それがつながって大きな1つの穴になっているんですが、これがさらに広がらないといいんですけどね。画面中央に捉えているのがあれは、これが今朝早くの映像ですね。最初の映像ですね。この辺、歩道のタイルだとこが崩れていくんですよね。
最初はですから車道の両側が陥没し始めて、上下線のね、はい、路肩近くの方から崩れていって、でこれ真ん中の停止線のあたりもボコッと落ちるということなんでしょう、はい、水がかなり溜まってます。これ水道管破裂だと思うんですが、はい、あのライフラインがおそらくいろいろ入ってると思われる、管、管がですね、相当垂れ下がって何本も見えるんですよね、はい、この中にはいろんなものが流れていると思うんで、付近一帯では停電が発生しているということですし、水道も止まっているようですし、あと下水管なども切れているということで、まあ大きな被害が出ているようなんですが、あの福岡市の交通局の建設課にお話を聞いたところですね、トンネル工事はナトム工法という工法だそうで、先ほどインターネットで調べたところですね、オーストリアのトンネル工法でして、掘りながら掘ったところの周りをコンクリートで吹きつけながらどうやら進めていく安全性の高い工法と、インターネットにはそのように書かれておりまして、まあそういったまあナトム工法という安全性の高い工法を取っていたのだけれども、まあ水が出てきたというようなことのようですね。お知らせの後もこの博多の道路陥没のニュースをお伝えいたします。まあ福岡博多といえばね、東京でも有数の巨大都市で、その駅前でこんな道路陥没が起こるなんてのはちょっと信じられないんですが、現場のテレビ西日本松尾アナウンサーにもう一度つないでみたいと思います。松尾さん、まあその辺は多くの皆さんが通る場所だと思うんですが、まさかっていう感じでしょ。いや、そうですね、やっぱり通勤時間ともかぶりまして、重なりましてですね、もう周辺には大勢の方がやはりこの陥没の様子を見ておりました。もう福岡市のですね、やはり中心部に位置しておりまして、そのあたりもう騒然とした空気が漂っております。そしてですね、まああのあたり見ていただいたら、やはり陥没しているのをお分かりいただけるかと思いますけれども、あの信号機がですね、点滅信号の奥に何もついていない信号があるかと思いますけれども、はいはい、その向かいにですね、あの信号機が本来ならあったんですけれども、まあ、それごとごっそり落ちているというのが、かなりこの道路陥没の被害の大きさを物語っていると思われます。松尾さん、あの東京駅やあるいは名古屋駅の場合、はい、このような目抜き通りの下は地下商店街になっていることが多いんですが、ここはどうもそうではないようですね。ですね、こちら博多口と奥が筑紫口という2つ、まあ入り口がありまして、その筑紫口の方にですね、かなり被害は出ているようでして、その筑紫口の地下にある商店街も、まあ、停電の影響もありまして、営業の時間をですね、ちょっと遅らせると、何時ごろ営業できるか現在わからないといった状況のようです。ただこの陥没した地域、そして博多口にもいくつか、ビル、テナントはあるんですけれども、はい、この陥没した地域に商店街があったわけではないですね。そうですね、この真下はですね、おそらくない、ちょっと確認ができていないんですけれども、まあ、そのあたりの直接的な影響はないと思われます。もうこの下に商店街とは大変なことですけど、商店街がないから、まあ地下鉄の工事ができたのかも、できたんだろうと思いますけどね。ただあのセブンイレブンなどはあそこまで下がこう削り取られると、お店の出入りができないですよね、これ。そうですね、あのコンビニの店員の方にもお話を伺ったんですけれども、まあ、あの陥没が起きてすぐに、まあ、停電があったそうなんですね、うん、であのただこちらから見る限り、まあ、ビルから人が出てきたりと、まあ、その避難を、まあ、促すようなことは言ってあるとは思いますけれども、そのあたりですね、あの現在確認しているといった段階ですね。まだあの水がどんどん入り込んでいて、土砂も崩れているのが見えるんですよね、うん、これ本当にこの後広がらないで収まりがつくのかどうか、もっと規制線ももうちょっと広げた方がいいんじゃないかとかってついつい思っちゃいますよね。そうですね、ガス臭さは今のところ今は確認できないんですけれども、先ほどまあ30分ほどくらい前ですかね、かなりガスの匂いが漂っていました、ね、それだとかなり広い範囲で避難した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。どうなんでしょう。改めてヘリの映像を、はい、山田裕樹記者にヘリから伝えてもらいたいと思います。ヘリコプター山田さん、お願いします。はい、博多駅前、長い直線道路にですね、突然大きな穴が開いたような形になっています。
中にはですね、茶色く濁った水が溜まっているのも確認できます。おそらく、配管などが破裂した、と思われます。中に通っている配管がだらりと下がっているのは垂れ下がっているのはこちらからも確認できます。陥没はですね、立ち並ぶビルの壁、すれすれまで及んでいます。普段、こちらはですね、駅前ということもあって、交通量も多いのですが、全く、通行止めとなっているため、異様な光景となっています。映像を見ますと先ほど今のところ建物が、穴に落ちるだったり建物が傾いているといった、被害は確認できていませんが、非常に危険な、状態になっています。あの伊予銀行の前の歩道なんていうのはかなり下えぐれてますもんね。上がかろうじて乗ってるだけっていうような状況ですよね。歩道から全部落ちちゃってますね。先ほど激しく水が流れている映像が当初の映像として流れていましたが、うん、今こうやって言いますと一旦水道は止めたのではないかなと。水道管から水が溢れているようなことはありませんので多分止まっているのではないかなと思われるんですが、さっき の水がどんどん出ている映像はあれ中継の映像じゃなかったんですか。あれは多分 VTR だったと思います。そういうことだったんだ、はい、今それじゃ水は止まってるんですかね。あんま水面動いてないですもんね。この様子を目撃していた方の VTR もあるようです。ではそちらを見ましょう。もうすでに2個穴が開いてたんですけど、その穴がどん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 広がっていく感じですかね。自分の近くの横断歩道の信号機が倒れた時が一番怖かったですね。あ、ちょっと逃げんとって思いましたね。あ、ということは近づかないでって言われていても、うん、そこの横断歩道のところはまだ人がいたってことですよね。危なかったですね。危機一髪じゃないですか。本当に車両が通行している時にこういうことが起きたらと思うと、うん、大変なことになりますよね。停電被害なんですが、九州電力によりますと周辺で140戸が停電しているということで、うん、停電は規模としては限定的なようです。周辺だけに限られているようです。また福岡市を管轄している西部ガスによりますと、やはり周辺ガスの臭いが出ているので今、ガス会社の社員が確認をして周辺のガスを止めているという状況だそうです。やはり先ほどのこう地下鉄の工事が何らか影響しているということですよね。もちろんもうそれが第一の原因と考えられまして、掘り進めている最中に水が出てきたということですので、今回この工法あるいは何か作業の仕方に問題はなかったのかどうか、こういった調査などがこれから順次始めると思います。これ掘り進めている最中って言っても地下鉄工事はおそらくこれのもっと下だ。そうです、25メートル下です。下ですよね。地下25メートルで作業はしていたそうでして、うん、上の方から水が出てきたということで、うん、一気に陥没が始まったようなんです。それで上が崩れてきた、はい、それで地下の工事現場の方は中井さん大丈夫だったのかってつい思っちゃうね。それは思ってしまいますよね、うん、というのも本当にここで起きたことに対して、まあ、衝撃を受けてるんですけど、じゃあ他の場所どうなんだろうっていうことをやっぱり考えてしまいますし、うん、やっぱり日本全国でこう地下鉄をこう作ってるところっていうのはいくつもあると思いますので、そういうところもまた再点検みたいなことになるのかなというふうに思いました。この穴に接しているビルのですね、うん、基礎の柱が小暮さん見えてんですもんね、うん、いやもうめちゃめちゃ怖いですよね。怖いですよね。下がいきなり抜けるっていうのを想像しただけでちょっと街中歩くのも怖くなるぐらいですけれども、うん、僕としてはどういう理屈でこれが陥没したのかっていうのはやっぱ詳しく知りたいですね。でどこにその陥没する危険性があるのかっていうのを早めに自分でも知って、でそう対応できるところは対応したいなというふうにやっぱ今思いました。先ほどのガス会社の名前、私西部ガスとお伝えしましたが、西部と書いて西部ガスと、いうそうです。失礼いたしました。そして作業員などは事前に避難していたため工事現場での人的被害もなかったそうです。